こんにちは。リムネセラピストの堀口彰子と申します。本日はですね、皆さんが気になる質問をこちらの動画でお答えしていきたいと思います。よくご質問に上がるのがですね、寝る時のブラジャーはしたらいいのかどうかというのを結構ご相談いただくんですけれども、それは、人によって言い方を変えています。回答が違います。皆さんお体一人一人違うので、なので一概にこれですよっていうふうにはお伝えしていません。大きく分けると、つけないで寝てほしい人とつけて寝てほしい人の2タイプに分かれます。で、つけないで寝てほしい方っていうのは、もう横になった時点で重力が平均にかかりますので、体の循環が良くなりますよね。なので、ちょっと凝りがひどい人とか、ストレスを抱えちゃって体がガッチガチになってる方っていうのは、まずはじめにお胸がどうこうというよりかは、体を休める、そのリンパの流れですとか、あと血液循環を良くするという意味合いで、ブラジャーをつけないでお休みになることをお勧めしています。もう一タイプなんですけれども、おっぱいのお肉質がすごく柔らかい方、こちらに関しては、お休みの時もつけて寝るようにお伝えしています。で、ナイトブラジャーをつけた方がいいのかっていうお話があるんですけれども、こちらに関してはまた次回お伝えしたいと思います。まずはそのブラジャーをつけて寝た方がいいのか、それとも寝ない方がいいのかっていうのを、まずはご自身のその体調に合わせてですとか、あと体質に合わせて変えていただくといいと思います。サロンにお越しのお客様には具体的にアドバイスできますので、どんどん聞いてください。